奥の建物がマクベインビル。手前が上海クラブビルマクベインビルは上海ワイタン南端部に位置している建物。所在する土地の番号からワイタン1号と呼ばれることもあり、長い間アジアビアブラ講師がこの土地を借りていたことからアジアビルとも呼ばれる。7階建てであり、1913年から1916年までに建築された。 この辺りは英国が疎開を作るにあたって、最初に手をかけた場所であり、初期には英国資本の超豊か銀行が建っていた。その後、この土地はアメリカ資本のラッセル商会に渡ったが、ラッセル商会は1891年に一時、休業し、この土地を売り払い、その後はワ船フネ招き商局が入ったが、それも長くなく、この次に英国マクベイン商会が買収した。 1913年、マクベイン商会はこの土地の建物を建て直すことにし、7階建て、床面積11984平方メートルのビルを建てた。設計は、モールヘッドハルスであった。建築は、全体的に、新古典主義のデザインであり、正面には、イオニア式の大理石の円柱が4本、また、入り口はバロック風の装飾となっていた。 英国資本のシェルとオランダ資本のロイヤルダッチ石油会社の提携会社ロイヤルダッチシェルの子会社であるアジアビアブラ講師がこのビルを長期にわたって借りることになった。このため、このビルはアジアビルと呼ばれることが多くなった。ここはアジアビアブラ会社の河北、朝鮮半島での事業において本部として使われた。アジアビアブラ講師の上海での営業は1966年に 停止するが、このビルは1950年の時点で中国共産党政府によって接収されていた。その後政府の一部門上海夜勤設計員がこのビルを使用していたが、1996年にこのビルは中国太平洋保険会社の本部になった。なお、アジアビアブラ講師は観光の英国疎開にも社屋を持っており、そちらのビルもアジアビルと呼ばれた。 ありがとうございます。